を分かりやすく改正しまして、はい、全5問やってもらいます、はい、間違えた回数だけ剣を刺してもらって、飛んだら、はい、罰ゲームに変更にしようかな、はい、オッケー。今のところ正解率が低いので今日は全問正解するみたいな。頑張って。第3回いきます。はい、イエーイ。何回も何かあれですね、何か西川さんがやっぱタイトルゴールした方がいいと思うんですよ、ね、タイトルゴール、はい、なんで第3回正義を知識を得の道始まりますみたいな感じでどうですか。第3回専業知識を第3回専業知識を得の道へ第3回知識王への道ちゃちゃち第3回専業知識王への道始まります。
せやな。噛んでいきます。2個。2番。2番でいいですか。はい。2個でいきます。いや、やっぱり1個。いや、3個あるの。3個なんですよ。3個も死ぬのあるの。はい。エラーに2つあるみたいで、血液を乾燥させるための小さな心臓が2つあるらしい。ちなみにタコの心臓は3つあるみたいで。あ、そう。タコも。まあ、3本で。続いて第4問、はい、トビウオで作られるアゴだしは、トビウオをある地方の方言でアゴというからアゴだしなんです。何地方の方言かアゴというのか、それは次のうちどれか。1、東北。2、四国。3、九州。この3つのうちのどれかの方言が語源でアゴダシというんですけど、よし、これはもうこれも勘やな、全然分からへん。まあ東北じゃないやろな、四国。よし、四国でいきます。今で、ね、ことごとく当たらへんな。はい、これ九州。はい、予想通りの東北ではないんですよ。あ、まあ、正解は九州の方言で。ちょっと悩んでんけどな、九州か四国かで。あごだしラーメンみたいな有名な。あごだしに対してのエピソードありますか。いや、ないな。今のところ、4の連続不正解で、あとラスト1個。これが間違った時点で、剣を刺すこともなく、罰ゲーム。罰ゲーム。はうわー、嫌やな。で、今日の罰ゲームは、辛さ100倍パウダーを飲んでもらうという罰ゲーム。辛さ100倍。せめてこれはもう正解してもらいたい。今回の100倍じゃないな。じゃあ、最終問題。はい、いきます。次のうち本当にいるエビは、1、ブドウエビ、2、リンゴエビ、3、イチゴエビ。イチゴはないやろ。これも勘やな。本当にいるエビ。よし。じゃあ、リンゴもイチゴもないと思う。なんか、まあ、なんやから、1番でいきます。1番のブドウエビ。はい。大丈夫や、これでいける。正解。よっしゃ。よっしゃ、よっしゃ。よっしゃ、よっしゃ。ブドウエビって、北海道の地方ですね。紫色した液体。飛びますよね。飛ぶな。そう、飛ぶでしょうね。今日は4の正解になりましたので、計の4をね、はい、差し上げて、ね、1本じゃもう食べといてもらって、1本あ、それは早く正解した、はい、じゃあ4本。よし、まず第1投目。第1投目、はい、いきます。いやな、行きます。はい、お願いします。いやー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 いきなりやいきなりや、うわー、いきなりかよ。飛ぶとは思ってなかったんで、ちょっとパックしなかった。いきなりや。
びっくりした。びっくりした。いきなり飛んだな。じゃあちょっと今から作ってみましょう。なんかあんまりカラスじゃないですけどね。色は灰色やってね、それだけ。だってなんかもっと赤くないですか、普通。まあまあ、な、東海たちやったらそういうイメージやかな。なんか大したことなさそうな。匂いもあんまりしないですから、なんかちょっとあのブラックの匂いがしますけど、匂い嗅いでツンツンと大事どうなんですかね。辛いパウダー、はい、早速ええな。じゃあ、いきます。はい、ピリ辛。ピリ辛パウダーじゃあ、どうですか。じゃあ、いきます。はい、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。